果物とか。果物好きだな。果物ちょっと最近気になるのはあるね。気になるのはね、なんかさ、ドラゴンフルーツとかあるでしょ。珍しい系のやつね。そうそう、なんかその珍しいものってさ、なんか例えば何かのドラゴンフルーツ味とかアサイとか、なんか味ではあるけど、実物食べたことないの。ないない。ジュースとかではあるけど、そう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 、本物行ったことないと。行ったことないから、ちょっとそういうの気になるんだよね。ああ、気になる、うん、確かに、うん、ドラゴンフルーツ、あと何、うん、ドリアンとかもね。ドリアンは臭そうって言うけどね、なんかね。だってパパイヤとかもないでしょ、食べたこと。ないない、実はないわ。直のパパイヤないない、ね、全然ないわ。だから、うん、果物ではないけど、なんかアロエとかもあるでしょ。アロエ ね、 ね、あれとかも生のはないもんね。ないないない、まだないわ。ヨーグルトとかね、アロエヨーグルトちょっと入ってるってやつでやるだろう。昔塗ってもらったりね、怪我してるとこ。そう、やけどとかね。やけど、気づいたこの感情にもう後悔なんてしたくない、僕は僕に嘘ついて逃げたくもない。やっぱ何、アロエの効能を考えたらあれだよ、昔うちで育ててたからね、アロエ。アロエ、うん、うちで。でも、え、そういう、確かに何かあった気がする、昔はね。あったあるのよ。近所とかにも育ててる人いた。一緒に買わなくてもアロエ塗っとけいいみたいな、うん、だから感覚としては、うん、要は今はまだ勇気が足りない、少しのきっかけが足りない、動きなしで僕の体走れ走れ走れ。そう、そうだよね。だから結局俺たちってなんかアンパンは食べたことあるけど、うん、ほらアンパン食べてからアンパンまで知ったじゃん、多分。アンパンの方先にしたの。そうそう、そんな感じがすんだ。いつだって踏み出す前に言い訳ばっかり考えて、結局何にもできなくて時間が過ぎて。そうだね、アンパンの件は確かにそう、うん、そういう見方っていうかさ、うん、なんかできれば最初そっちでオリジナルを食べたかったなっていうのがあるよ。まあ浅いなら浅い、まあ、ザクロとかもね。そうそうそう、うん、だからメロン食べたことあるから、メロンパンってメロン味じゃないなとか気づくわけであって。あ、なるほど。笑顔が止まらない、踊る心止まらない、動き出すよ君の元へ、走れ走れ走れ。イチジクとかさ、昔からあんな高かったっけ？今結構高い。高いわ。そうだね。高い。もう見て、スーパーで見ない。まずそうだね。あんまスーパーで。高級品だったっけっていう。イチジク。でもイチジクって食べる機会あった？俺ね、なんか昔ね、うん、同じこの星に生まれ、同じこの時代に生まれて、偶然なんて簡単の言葉で離れてまんて、考えるだけで胸の奥が痛くて、純粋に君と繋がっていたいよ、今も何年も何十年もこの先の未来も、人生だから君の前じゃ素直でいたいんだ。正式名称とかもややこしいもんな。何なんか最近マスカットっていう言い方古いよね。マスカット古い、言わないもん。シャドルネとか、ああシャルドネ、シャルドネ、シャルドネ、シャドルネって、シャルドネ、シャドルネ、ちょっとブランドみたいだけど、ああそう、シャルドネ、シャルドネ、シャルドネとかさ、なんかそういう品種名でよ、言って、そうそうそう、洋梨もあるじゃん、洋梨、ああ、ね、ラフランスとかさ、うん、そうそう、ね、いっぱいあるよね、アマオ一号の。アマオすごい、なんか今すごいでしょ。あれなんだっけ、あのアマオの別のなんだっけ、なんだろう、ああとちおとめ、紅ほっぺみたいな、とちおとめ、とちおとめ、とちおとめ、紅ほっぺあるよ。でもあるの、うん、あるある、ケーキに使われてんだよ。一個一粒1万とかのやつある、ね、あるある、あれね、走れ、結構ある。いや、そうこれもなんかシークワーサーとかあるでしょ、沖縄。あるね。あれさ、でもさ、たまにシークワーシャーみたいな、うん、どっちが正式名称っていうのもあるんだよ。